こんにちは、ララです。今回もシムズ4やっていきたいと思います。昨日はね、初めてのパーティーしたんですけれども、まあえらいことになりましたね。なんていうの、こう初心者すぎてなんか寂しいコメントももらいました。この何はともあれ、少なくともパーティーではありました。残念賞として古本一冊を世帯の所持品に入れておきますね。残念賞でした。そういうこともあるよね。でも結構ね、こう頑張ってたと思うんだよ。リリーちゃんは頑張ってたよね。あなた、そう、私は花丸だったわ。もうだって頑張ってた証拠にね、リリーには自信がついてたからね。パーティーの主催頑張りましたっていうね、もう自信に満ち溢れてたから。花丸だよ、リリーちゃん。あ、そっか、世帯の所持品だからこの建築モードにあるのかな。これだよね。バカでもわかる駆け引き。はい、これ古本だっていいじゃん。本1個増えたよ、嬉しいね。もうさ、買い始めた時のスマートスピーカー、もうほんまにどうしようかと思ったけど、もう最近めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い。私スマートスピーカーといい友達なんです。いい友達なんです。私誰か来た、誰なんだよ、三世 J。 昨日も来たでしょ、あなた。一昨日も来たわよ、知ってるわよ。私友達か、小学生の友達か。磯野と中島レベルじゃん。大丈夫ですか、三世 J。 ごめんなさいね、昨日のねパーティーのまんまなの。ほら見て、ちょっと汚いから、三世 J 申し訳ないけど申し訳ないけど、ちょっと今日は違うとこ行こうかな。せっかく来てくれたんですけど、荒れ放題なので。三世、何見てんの。追いかけてきた。ちょっとこの虫とかちょっとね、嫌なのなんか臭いって言ってる。臭いのこれでしょ、これでしょ、分かってる。でも大丈夫、月曜日になったらね、メイドさんが来てくれるから。リリーでもすごいよね、このさ、このお皿とか食べ終わった後の食器がこんなにもある家にいるのに、不快な気持ちに一回もならないんだよ。あ、遠いだ。あれだね、ターナイーさんを紹介してくれてありがとう。すごく素敵な時間を過ごせました。よかったです。あ、めっちゃ友達なんです、ここ。めっちゃ友達。ね。リリーちゃん、ちょっとこのお家汚いので、違うとこ遊びに行こうよ。おじしな、え、あれなんで、あれわからないわ、わからない。なんで小さくなったの。三世 J めっちゃ喋ってくれてるけど、リリちゃんも鼻歌歌ってお水やってるんで聞いてないかもねここまで歩いたのにね、三世 J リリに振り回され、え、あれなのかな、もう腐って枯れてたのかもしれないですね。悲しい、何も丸ハゲになっちゃったよ。よし、じゃあリリーちゃんちょっと遊びに行こう。今日はどこに行くかというと、ちょっと気づいてるかもしれないんですけど、リリーちゃんがね絶妙にちょっとぽっちゃりしてきたので、うるさいの、賛成で、うるさいよしてきたので、ちょっとジムに行きたいと思います。行こう、まあ、ジェイもいるので一緒に連れて行こうか。でもね、昨日パーティーして思ったんですけど、すごい筋肉質になってる女性陣もいてね、ジムやりすぎるとああなっちゃうからな、ほどほどにしておかないと。筋肉質なのもかっこいいんですけどね、リリーちょっと微妙に筋肉質似合わない気がするからな。いいよ、しついたね、リリーちゃん。オッケー、どうぞ存分に運動してきてください。三世じゃやる気満々じゃん、もう服装も変えてる。よし頑張れ、これトレーナーさんだね。アバ、そう、アンマがね結構筋肉質になってるんですよ。うん、走り方は変わってないね。やばい、もう気合入りすぎてここで腕立て伏せ してる人がいるよ。マーティン・ライリー、あ、ジェフリーだ、金持ちのお父さん。どれだけ走り方絶対おかしいじゃん一番疲れてそうだよ、大丈夫ですか。おお、タイミング一緒、仲いいですね。リリーね絶対ねこのテレビの前撮るんですよ。頑張れ。この子はディナですね。カリエンテのディナ。かわいいね。このポニーテールめっちゃかわいいですよね。金髪ポニー。おー、すごいセクシーになってるよ。好きな曲なんだ。よかったね。ここは複雑なご家庭のお父ちゃんですね。ルイス・エリック。そうだね。楽しそう。いいよ。とてもいいよ。あ、ホリデーサマーだ。グレイ・マシュー、初めて見た。
ジムのトレーナーさん、本当に友達の渡辺ブルリーもジムのトレーナーさんだったんですけど、初め見た時はね、そうひょろっとした細身の人だったんですけど、2日目に会った時にはもうムキムキになってて、ジムのトレーナーってそうなんだって。カリエンテニーナどうしたの？ねえリリーさん、どうやらウィルソン・ルイスのことを好きになっちゃったみたいなんです。アタックしてみるべきでしょうか。ウィルソン・ルイス、そうしましょう、そうしましょう。ウィルソン・ルイス、ウィルソン・ルイスいない。ああ友達のリリーの息子だね。いいと思うよ、しこんばれ。なるほどね、よっこり来てくれたりとかしたらね、いいんだけどな。かっこいい、かっこいい。なんかアメリカの映画とかに出てきそうですよね。ちょっと変なチョコパンチだけど、これはね、あの通うにつれてかっこよくなるでしょうからわざわざこんな隙間でやらんでもいいじゃんねちょっとパンケーキエリーザ、あなた常習犯ね。このバスタオル1枚常習犯ですよ、やめてください。あ、メガネかけてない、かわいい、かわいいけどバスタオル1枚だ、やめてください。あ、なにこれ、かわいい。あ、ビリー・スカーレットってピザ屋さんの人だ。喋ってんのに帰っちゃったよ、ひどい。誰と喋ってんの、なんか見えてる、船長見えてるの。あ、こんなところにご飯置いてあるよ、ビリー・スカーレット。あ、ビリー・スカーレット作ってくれたの、もしかしてリリーちゃんのためじゃない、微妙。お腹そんなにめっちゃ空いてるわけじゃないね。トイレ行きたいって言ってるリリーちゃん、めっちゃみんな一生懸命走ってる、頑張れ。ちょいちょいこの姿勢の人いる。この人はプリンズ・ルーシーだ、クーパー・ローガン。やばい、覚えられなくなってきた、覚えられなくなってきたよ。これはダンね、これ三世人ね。うわ、この辺美人揃ってる、美人揃ってるって初めて聞いた。プリンズ・オリバー、ジムのトレーナーさんどこ行ったんだろう。あれ、トレーナーさんいないね。あれかな、時間的なことでトレーナーさんも帰っちゃったかな、5時までとかかな。そうかもしれない。すごい、リリーちゃんなんかもう無限に走ってない、ここ来てからずっと走ってるよね。すごい、リリーちゃんすごいわ。やばい、膀胱の限界って書いてあるよ。リリーちゃん大丈夫ですか。やばい、結構トイレ行きたい。あ、気づいた、気づいたみたい、よかった。そうね、お腹空いてきてるんですけど、ここにね、めっちゃいい感じのバーガーがあるんですよ。これ気づくかな、リリーちゃん。やばい、また運動し始めた。仕方ない、これを食べさせてあげよう。はい、今ね、夜の9時なんですけど、9時とは思えない明るさじゃないですか。めっちゃ明るい、これね、めっちゃ明るい、めっちゃ綺麗、いいね、リリーちゃんこれ美味しそう、幸せそうに食べてる、可愛いよ。え、リリーちゃん2個目、いや、いいけど、びっくりしたよ。美味しかったね、リリーちゃん、よかった。もうお腹は満たされたようですね、よかった。あ、ほんといいね、お腹いっぱいだね、リリーちゃん。リリーちゃん細くなったね。あ、よかった。ストーカーのように後ろからついていく。あ、ここ一緒に住んでますね、ダンとカリエンテ・ディナとね。もういいや、ベネット・エマ戻ってきた。あ、まだなんか運動すんの、すごいじゃん。ちょっと服着てください、何してんのあなた。デイビス・デイビッド何してんの、めっちゃ見守られてるよね。なんか絶妙に遠くない？これちょっと近くで喋ってあげてよ。もういいや。あ、すごいすごいすごい。ジェフリー、そんな いつの間に筋肉つけたの？すごいじゃん。余裕だね。いいね、なんかこうやって公共の場に行くと他の人たちとのね、交流が見れるから、それが面白い。リリちゃん臭いって。臭そう、すごい匂いだ。もうなんか井戸端会議になっちゃいましたね。みんな疲れちゃったんだな、きっと。よし、リリーちゃんお風呂に入ってさっぱりしましたね。よし、いい感じ。でもちょっと1時半とかになってきたので、夜の1時半になってきたので、お家に帰りましょう。これがね、まだそんなに眠気も来てないけど、まあまあまあ、時間も時間なのでね。はい、お家に戻ってきました。いやだ、相変わらずめっちゃ汚いめっちゃ汚い。よし、寝よう。リリーちゃん、
あ、植物に話しかけに行っちゃった。あ、寝るかな。よし、りーちゃん今日もいい日になりましたね。よかったね。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。こうして毎日シムズの動画を上げていますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、じゃあね。